五小松天皇、五小松天皇、五小松天皇、1377年8月1日、天寿三年6月27日から1433年12月1日、影響五年10月20日は、日本の第百代天皇及び北朝第六代天皇、在位、1382年5月24日、永徳二年4月1日から1412年10月5日、 大衛19年8月29日、伊見縄、勘筆氏元人、日野市協定で養育される。英徳2年、1382年12月28日、七の五円遊天皇の上位を受けて6歳で即位、五円遊上皇による陰性が行われた。朝廷内部にまで政治的影響力を及ぼし多くの公家を主従関係のもとに置いた室町幕府三大将軍。 足利義満と上皇の関係は険悪であり、両者は対立する。明徳四年、1393年に、御縁優上皇が崩御すると、義満はさらに朝廷への影響を強め、事実上の上皇として、後世、義満の陰性などと呼ばれる権力を振るい、五小松はその下で、全くの苦別に甘んじた。王永19年、 1412年8月29日、五小松は、三子のサネヒト神皇、天皇に上位し、陰性を開始。これは、明徳三年、1392年の南北朝合一の際の条件である、両党鉄律に反しており、その後南朝勢力はしばしば反発して、武装放棄する。時点の君としての五小松の立場については、様々な見方がある。例えば、 欧米27年、1420年9月16日に、以前上官との密通を理由に、戦闘御所から追放された、陰侍が復帰を求めて、戦闘御所に侵入して、肩に当たっていた細川氏の兵に捕らえられ、翌日六条河原ので斬首された事件が、発生している、河戸三関門日記。この事件について、 横井清は五小松を、いかなる暴力装置も駆使できくなっていた存在と解釈し、一方で、伊原家沢は逮捕の命令を発したのは、五小松であること、将軍義持が、陰侍の除名を主張しても、五小松だけは一貫して陰侍の殺害を主張して、遂には実現させた子を指摘して、公家社会、特にご所内においては、幕府権力を単なる暴力装置として屈使させることが、 できるほどの権力を依然として保持していたと解釈している。佐々木宗雄は五小松を自典の君とすることには反対ではないが、足利義満による五小松の貢献という形での自典権現代後期間を再開された五小松の自典には、かつての転送を中心としたには中、不動の記録書、雑草沙汰、表情、規定などは機能しておらず、転送を介して室町伝、 足利義持と密着して、政務を行う体制はこれまでの時点の君とは、明らかに質なものであると評価している。昇降天皇は病弱でたびたび渋滞に陥り、御子の誕生もなく、また、五松の第二王子小川軍も創生したため、後継者問題が生じ、五松上皇は四大将軍、足利義持と協議、後継者として、スコ流の伏見宮さだ親王が、 有力視され、一時は、五小松の勇士として、新王宣言された。しかし、これには将校が激しく反発したため、貞房は出家して、公勇継承を断念した。将長元年、1428年、将校が帰徳となると、六大将軍、足利義則の仲介もあって、その死後に貞房の子息彦人を勇士とし、五花園天皇として即位させた。 将校、御花園の二代にわたり陰性を行い、この間影響を三年、1431年に出家している。ただし、五小松が影響元年、1429年10月に出家の意思を固めていたものの、吉則に事前の断りを入れなかったことから吉則の反発で先送りされた経緯があり、この時の吉則の五小松への反感が、 貞房親王との関係強化につながり、後に、五小松の意志に反する貞房への大乗天皇称号贈与につながったとする見方もある。影響五年、1433年10月20日に、宝魚、宝山57、五小松の宝魚によって、陰性と辞典の君という制度は事実上の終焉を迎えることとなった。これ以降も江戸時代の上まで陰は、 たびたび取られたが、あくまで形式上の存在でしかなくなってい追号は、本人の衣装により、五小松院と送られた。小松帝とは、兄の孫にあたる養勢天皇が廃位された後行位につき、その子孫が長きにわたって、皇統を保った第五十八代、皇皇天皇の異名である。南朝の皇統を立つ形で、天下唯一の天皇となったのもつかの間。 自らの高等はわずか二台にして、さらに別の系統に移ることが現実となったとき、彼は、この、五小松を追号にすることによって、地の歴代天皇としての正当性を堅持しようとした、ものと考えられている。また五小松は、昇高天皇の容体が思わしくなかった千四百二十六年に、本朝公院昇雲録の編纂を命じて、皇室の経図の整理を行わせいるが、この行動も、 彼の、そうした心境の繁栄だと考えられている。ご縁友天皇の第一王子。母は内大臣三条金忠女。元氏、道春門院。風教の前奏一級宗順は、五小松の楽院と伝わる。三笹は、宮内庁により、京都府京都市伏見区深草房町にある、深草北の三笹に事情されている。宮内庁上の形式は、宝慶堂。 深草北陵には、寿明院等歴代が葬られており、深草十二帝陵とも称される。また皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。